ございます。お寺の朝から始まる万葉な生活。あなたのウェルビーイングが整う。テンプルモーニングラジオ。今週のゲストは京都市東山区東福寺発注大公安住職磯部大関さんです。トークの後は音の巡礼、コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。 このラジオはノートマガジン「松本昌景の北条案よりお送りします。 講和会に2回参加させていただいてまずお声がいいなと <laughs> いいなって勝手になんかねその独特の、まあ、静かに話されるんだけどちゃんと届くみたいな、えーえー、ことを思ったのとあとその言葉の チョイス、うん、言葉選びが、えーまあ、勝手ながら的確だと、えー、いやあの難しい言葉を使われるわけじゃないんですけどなんだこの専門用語はみたいな話ではないんだけど、うん、あのそうちゃんとんでしょうね探るような使い方ではなくて。 あのまあ、言葉ですからねどこまで言ってもその、えー、手を変え品を変えっていう部分はありますけど、まあ、言ってみれば言葉で表せない「えーまあ、四月の例え」じゃないですけど、はい、指と月ですよね、はい、でその月の輪郭を浮かび上がらせる、はいえーね、いろんな言葉でこう。 それを浮かび上がらせていくとすればその言葉がかなりこう輪郭をくっきり浮かび上がらせる言葉遣いをしていらっしゃるような感覚が、まあ、私なりにしまして嬉しいですね。うん、だからなんかそこに行くいく流れとして「はい、にん騒動時代」がありそのまあ付き人というのか十十年。 ンジ時代、はいええ、時代がありなんですけどまだまだギャップがあるぞと思ってましてその間を埋めるものは何なんだというのをですね伺いたいなと。そこからがまあ今の私のまあ在り方というか直結するような流れがようやく出てくると思うんですけど結局専門道場時代あるいはその、うん 館長の印象している中でこう自分なりに取り組んで学ぼうとしていたんですけどやっぱり本当に自分の中で納得いく状態ではもちろんなくてで何よりもそのお坊さんになるきっかけにもなった市川さんの「丸い心で音楽はしたいです」の「丸い心には到底慣れてないな」ということが 自分のの中ででもあったのでやっぱり何よりもそれを自分の中で解決したいというかはっきりさせたいっていう思いがあったのでそれが後押しをして学びを深めていってたと思うんですね。で仏教書とかたくさん読み漁っていく中で、まあ、ある一冊の本と出会ったんですよ。うん、それがあの原田石計老子の「ザ・ゼン」。 アルマは世界をかけるっていう本ですね。はい、あ今、法和会のテキストで使わせていただいているんですが、その方の本を読んだ時に、こう自分がその時疑問に思っていたことに対する明確な答えであるとか、そこから先に行くためのヒントとかが、しっかりと書いてあったんですよね。うん、で、あすごい本に出会ってしまったなと思って。 でもうすぐにでもこの老子のところにこう学びに行きたいって思ったんですけど、えー、総宗のお坊さんなんなですよね、はい、その方がで、まあ、自分は臨済宗にいてやっぱりちょっとこうなかなか距離といいますか、うん、今,今宗派をまたいで外の宗派で 修行を本格的にする方ってあんまり多くはいないと思うんですよね。はい、そういうこともあったりで実際に調べてみるとご高齢で、ねうん、ほとんど指導されてらっしゃらない状態だったんですよね。うん、で外からの参前っていうのも難しいっていうことが分かったので,で一回そこで断念というか諦めかけたんですけどもう少しいろいろ調べていくとその原田設計老師のもとで。 修行された方が何人かおられる、はい、で、まあ、その指導もしておられるっていうことを情報を見つけてでその中でこう一番自分の中でこの人だなって思う人を見つけて、うん、でその続きに行くっていう感じだったんですよねうんその方があの飯高天石老氏っていう方だったんですけど、はいはい、でまたその方もあれなんですね在家の 立場で指導しておられる方だったんで、へーへーそれもまたなかなかない例だと思うんですね。お坊さんが在家の方のところに参列するっていうのも。だから、これはもう普通に人に言って理解されることでもないだろうし。まして、応援なんかしてもらえるようなことじゃないなっていうことは、さすがに分かっていたので。こう、人には言わずに <laughs>。こっそり隠れてやると思って、<laughs> はいはい、あの、修行しようと思って。えー 一応決めたんですよね、うん、でもそこにこうホームページ持ってらっしゃるんですけど書いてある文章とかこう読ませていただいたりするとすごく惹かれるんですよね、うん、まあすごい縁を感じてでメールを差し上げてあのいついつ来ていいぞって言っていただいたのであのそこまで滋賀県の山奥のくつきっていうところですけど、はい、そこまでそうなんです<ー>くつきの鬼にっていうはい、はい。 本当に山奥の山奥奥ので家もポツポツしかないような場所なんですけどね車で行って1時間今日2時間近くですかねかかると思うんですけど行ってでお話をお伺いすることになったんですけどただもう話をしてどうこうっていう以前にもう到着をしてでもう その古民家みたいなところが道場なんですけどね、はいうん、そっから出てこられたお姿を見た瞬間にも,あもうこの人が自分の師匠だなってなんか分かったんですよね、はいはい、もうあこれの人だっていうふうに思って、うん、でこういざ対面をして、まあ、こんな感じで机を挟んで向き合う形でお話をさせていただいたんですけどもう。 感覚としてはもう間違いないなっていう感じでこの人が自分の師匠であってうん、うん、もう自分はここで修行をするんだってもう決まってるんですけど、うん、でも一応ですねこう紙 a 4用紙1枚びっしり質問を過剰書きにして彫ってたんですけど、はいはい、それを全部確認しなきゃと思って、はい、全部一応聞いてですね 2>,、はい、2時間ぐらいひたすら質問攻めみたいなことをしたんですよ。はいうん 質問責めるつもりで言ってるわけじゃないんですけどもうそれぐらいのこう食いつきようで,テン,ンでうテンションで嬉しくて聞いて、ええ、話をしてでもうどんな質問をしても全て本当に的確なお答えをくださる方で,、はいええ、でその答えの力強さというか説得力というのが、はい、もう今まで出会ったどんな人にもこう勝るというか。うもう何を聞いても 自分の魂が納得するみたいな感じでね、えー、嬉しかったんですけどでもその場で「修行させてください」って頭を下げてで許していただいてそこからまた通算っていうんですかね通いながら修行するっていうような修行が始まったっていう感じです、はいはいはい、へえくっつきに大腹を抜けて、ね、こっから飛び出して、ね、う,、ね <laughs> ね、うん通算 ではこうえー、毎,毎月この日にじゃあだはいまあ接心を頻繁にやっておられますので、うん、接心っていうのは座禅合宿みたいなです、ねはい、集中期間みたいなそこに主に伺うことになりましてた,、はいまあ、たまにサムのためだけにねお伺いすることもありましたけど大体、うんまあ、接心がメインでしたね、うん、何人か来られてるんですかえー 私が行ってた当時は多い時で、まあ、お正月とか10名超えたりしてましたけど普段はもっと少なかったですねへえ<ー>45人ぐらいのことが多かったかもしれないです、ねうん、もっと少ない時は2人とかの時もありましたねはい、はい、そうかそういうこう原田設計老師のまあ そう私浄土真宗ですけど、はい、まあまあ関係ないかまあまあ,あのお名前は知って存じ上げているくらいんあのなんていうのかな、まあ、ある種歴史上の,あの人物の一つみたいな感,なな感覚で、ええ、お一人って感じでこうなん,なんていうんですかねその えーまあ、特に、まあ、座禅のね、うんえー、こう方、えー、脈というのかの,、はい、の中でも非常にそのそうですね近,近現代レジェンドのお一人であり <laughs>、えー、そこからまたこう深い悟りを得た、はいえー、お弟子さんたちが。 まあ何人いらっしゃるとかわかんないですけどそこがこうまた受け継いでいかれててその一つの脈を独特の脈を作っていらっしゃる方だってイメージはあるんですけどそういうことなんですね。でそこではもうなんか、うん、まあ出家在家というのか僧侶か僧侶でないかとかっていうことではなくて。老、はいまあいいのところは 財閥の方がもちろん多いですけど、私みたいにあの隣在州のお坊さんもいれば、総統州オバマ州のお坊さんもいれば、うん、あのお坊さんも結構参禅してましたですね。うんまあ、みんなあの隠れて人にバレないように参禅した方が多かったと思うんですけど。でも原田石井老師が死刑を務めておられたあの福井県オバマの寺、はい、ホッシンジ。 もその割と先進的な道場といいますか在家の方も多く参禅されてまた女性も同じようにあの受け入れるような道場だったらしいのでそれをさらにこう進めているような形でまあ井高老子はやっておられたのかなと思いますけどね、うん、そこに、えー、通算、えー、されていく日々で何かこう。 どんなふうにまあか、はいはいまあ、その「三線」って、まあ、臨済宗と曹洞宗で「三千が指す意味が、まあ、微妙に違うっていいますけど、うん、臨済宗だったらその「公安」 体系の中で公安修行を進めていくことを「三禅っていうんですけどまあ相当集計だと多分座禅をすることを「三禅っていうのかな、うん、まあどちらが正解っていうことではないと思うんですけど結局は三禅っていうのは自分に参ずることだと思うんですよね。のご指導で一番 こう感銘を受けたといいますか自分が求めてたものだなと思ったのが本当に自分のその意識そのものをこう捉えてといいますかそ,のそれ自体を課題にして修行を進めていくっていうのがもうこれが本当の三千なんだなと思ったんですよね。うん、つまり自分の心ののの心変容そそももをを見見てていいくというかで老子もそれを見て えー、的確なご指示を下さって、うん、でそれで修行を進めていくあっこれがました、ねうん、まあその体験談みたいなのがこれ、はい、まああの差し上げようと思って用意させていただいたんですけどて3 0ました。はい、これもその修行が一段落した、まあ後とかですけどね、まあ、途中にも言われましたけどその 自分の修行の体験記とかを後世の人のために書き残しておきなさいっていうことを老子に言われたんですよ。うん、で。まあ、そのつもりで書いたものなんですけど。これまだお渡ししてなかったですね。はい。はい、あの、ええ、楽しみに。読みたいと思います。<laughs> その堀澤そもんさんもこれを読まれて。ええ、で、まあ、興味持ってくださったみたいで。<ー>で、そこから堀澤そもんさんがこういろんな方に。 勝手に渡しちゃうんですよね。<laughs> <laughs> で、いろんなお坊さんに渡したりして、はい、で、その渡されたお坊さんがまた違う人にどんどん、はいはい、広めていかれるみたいで、はい、読んでいただいているみたいですけど、布教しちゃってるんですね。そうですね。はい、勝手に広がってるみたいですね。いや、でもそうですね。そのプロセスって、えー、あのー、ま,まあありがちかと思うんですけど、はい、こう修行が進んで 随分、えー、とこう何でしょう、えーまあ、いろんな言い方があると思うんですけど「私が薄くなってくる」ようなお坊さんまあそれはお坊さんとしては非常に、はい、あの大切なことだし素晴らしいことなんですけど薄くなってもう薄くなっちゃってるから、うん、なんか前のことどうでもよくなっちゃっていて。<ー>で、はい 今の言葉で喋っちゃってでも話を聞きに来る人とか求めてくる人たちは本当はその人がだいぶ前に通った入り口あたりにいらっしゃるようなっだけど今のこっちのビジョンから喋っちゃうから全ねギャップがすごいから伝わらないみたいなこともありますよね。そののプロセスを忘れがちなで こうやってて書いて、ね、残しといていただけると<え>いやありがたいような気がしますっているなって自分でも思う時もありますね自分にとって当たり前になりすぎてまあそれこそお坊さんが話す法はって仏教用語一つ取ったって自分にとって当たり前に使っている言葉がいざあの現場でというか在家の方一般の方に全然通じないなんていうことは。 結構多いですもんね。うん。なんか気づけば随分遠くまで来たもんだみたいな、はいえー、ところから喋っちゃうっていう、はい、ありがちですけど、三千期をこうやって残しといてくださってるこれはいいですね。そうですね。あとは、はい、あのいろんな方をお相手させていただいてますので、その都度質問をいただくじゃないですか。はいはい、その時にあその方の ステージというか状態っていうことを改めて受け止める機会があるのでそれは割とでも常々この人にはどういう球を投げれば受け取ってもらえるんだろうかっていうことは意識させてもらえてると思いますねはいはいそこはジャズが生きているわけジャズですよね <laughs> セッションだと思ってますね、はいうん、ありがとうございますありがとうございます いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ「radio.templemorning.com」ドネーションのページをご覧ください からは音の巡礼のコーナーです全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧くださいトークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしておりますそれでは今朝も 元の巡礼へ行ってらっしゃい。皆様どうもおはようございます。私は山形県米沢市にあります浄土宗サイレン寺の住職、伊藤隆信と申します。 これより、浄土宗に伝わります、光明摂取のごあさん、ご栄華をお捧げをさせていただきます。このご栄華は、この世の無常、また大切な人との別れの悲しみを歌うとともに、私たちが光あふれる安らかな浄土へ、 阿弥陀様の元へ迎え取られる、その喜びとありがたさを歌った古い歌に、節をつけたものでございます。それでは、お捧げをさせていただきます。捧げたて祭る、巧妙摂取の おわさんに人ひとのこの世は長くし ari しい なき、とこしえかけて、やすからん。なむ みなぶつあみなぶつ如来大事大イミンごね 天下和順、維持合商名、風雨維持、祭礼吹き、国部民難氷河無犬、首都公認、無修来場。コロナウイルスぶっこ者、追善増上母体。また、願わくは、三害万礼、無縁無縁ないし北海、平等理悪それでは、皆様。 どうぞよろしければ、ご一緒に十遍の生阿弥陀仏のお念仏、四回、四回、二回と区切りまして、十回ご一緒にお唱えをお願い申し上げます。道正十年、ナムアミダブ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 、 ナムアミナブ、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 ツナムアミナブ。皆様の今日一日が、仏様のお見守りのもと、安らかなものでありますよ。 本日はどうもありがとうございましたこのポッドキャストはノートマガジン松本証券の北条庵よりお送りしましたお経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまた「テンプルモーニングラジオ」でお会いしましょう。